オアスコ級カッターは、アメリカ沿岸警備隊のカッターの緩急。当初は砲艦型カッターと類別されていたが、1965年に長距離カッターに類別変更された。1920年代のアメリカ沿岸警備隊では、禁止法に対応するため、海軍から旧式駆逐艦の遺憾を受けて、ラムパトロールとして配備するとともに、大規模な剪定建造計画を発動した。 これによって建造されたカッターの一つが、霊庫型であり、1927年から1931年にかけて10隻が浸水した。この設計は非常に成功したことから、これを大型化したカッターの建造が計画された。これは、結局、海軍が建造を進めていたエリー級砲艦と一部を共通化したトレジャリー型となり、当初は10隻を建造する計画だったが、 実際の建造は7隻に止まり、1936年1937年に順次に浸水した。そして1941年にこの残り3隻を振り返る形で発注されたのが本級である。また同年には第二次世界大戦の勃発を受けて上記のレーク型カッターの10隻すべてがレンドリースとしてイギリス海軍に引き渡されたことから、 その代替も兼ねて、計13隻が建造された。ただし、建造の計画は1941年7月に承認されたものの、戦時下とあって優先順位は低く、1943年になるまで建造は着手されなかった。戦型は公用性を重視して、高還元幅広、単船長とされており、特に単船長のために、外見上は、 トップヘビーな印象となった。北方海域の警備、紹介、護衛を主任務として計画されたことから、渋滞氷構造の船体は相応の砕氷能力も備えている。機関は、トレジャリー型では、ギアードタービン方式だったのに対し、本級では、レーク型と同様のターボエレクトリック方式に差し戻された。フォスターホイーラー式に同エキスプレス水管ボイラー2機と、 ウェスティングハウス式場キタービンによって発電機を駆動し、一軸のスクリュープロペラを駆動する。なお本級は軍艦に近い設計のために巡視船には不向きな点もあり、運用者からは不満足なものであった。兵装と偽装は海軍式で対戦中に収益した艦では方向兵器として38口径12.7センチメートル。 連装療養法と56号計 40mm4 連装機銃を前後に一気ずつ備えた。また、対戦兵器としては、ヘッジホック対戦迫撃砲と爆雷を備えた。戦後に収益した艦の多くは、砲や機銃兵装を半減して巡航し、その他の艦も同様に回収された。1960年代には3連装単魚雷、発射艦が搭載された。また、 運用末期には、微砲一門のほか、81mm 迫撃砲二門、12.7mm、機銃数帳を装備していた。ウィキメディアコモンズには、オアス呼吸カッターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。